被災地に派遣されたのは、県看護協会に登録している災害支援ナース4人です。4人は明日、石川県小松市の総合体育館に開設する 1.5 次避難所で、高齢者や基礎疾患を持つ被災者への服薬指導や感染症予防をはじめ、衛生管理などの業務に当たります。出発を前に生活用品をはじめ、血圧計や聴診器、消毒薬など持ち物を一つずつ確認していました。一チーム2人で行動し、被災地には4日間滞在する予定です。決して無理をなさらないように、無事に役割を終えて帰っていただくことを願っております。食事の内容が偏ってしまって、便秘であったりとか、あと避難所生活されている方、なかなかトイレに行かなかったりとか動かないということで、合併症というのも発生すると思いますので、専門知識を用いて、介入できればなと思っています。県看護協会では月末までにあと2回災害支援ナースを派遣する予定です。